はい、こんにちは、にゃんだの工房です。今日は6月分に買ったものがようやく届いたので、それの紹介をしたいと思います。まず手前からいきましょう。スーパーミニプラ天空合体ジェットイカロスですね。戦隊ものスーパーミニプラを買うのはこれが2度目になります。そして次、これですね、ジェットガルダ。さっきのジェットイカロスと合体してグレートイカロスになりますね。これはちょっとレビューするかどうかはまだ決まっていません。これを別にレビューしなくても今ネタはいっぱいあるので。で、次これですね。発表されてから速攻でポチりました。クロスフレームガールガオガイガーですね。ガオガイガーのガオガイガーですね。これはもう予約開始になった時に速攻でポチりました。2ケースあります。まあ一つは素組みで、もう一つは改造用にしましょうかね。これは元ネタのガオガイガーと同じで、ギャレオン、ガイガー、あとは3種のガオマシンとファイナルフュージョンしてガオガイガーになることができます。あとはまあディバイディングドライバーも確か付属していますね。これが2ケースあります。で、次フレームアームズガールゼルフィカールですね。まあフレームアームズの方のゼルフィカールよく知らないんですけど、要はバーゼラルドの発展型って感じですかね。これのパッケージはちょっとあれですね、大人っぽい感じのバーゼラルドですね。これもよいしょ、2ケースあります。まあ1個はどうしようかな、ロリ工作でもしますか。でもう1個はバーズ色で塗ろうかな。白と黒のゼルフィカールっていうのも面白いかもしれません。まあ先に片っぽロリカですね。で、次フレームアームズガール&ウェポンセット陣雷バージョンですね。これは陣雷にウェポンセットが追加されたものですね。ウェポンユニット06サムライマスターソードとヘビーウェポンユニットマギアブレードが新規で付属したやつですね。これで、あとはグラップラーがガーディアンじゃないダークネスガーディアンについていた瞳パーツの担保印刷がされた特殊な陣雷といったところですね。これに関してはちょっと気になることがあるんですよね。なのでちょっと説明書を見させてもらいます。ああ、あれか、胴体パーツはリノセンティアとかと同じような感じかなと思ったんですけど、一番最初のゴーライと同じ胸パーツですね。確かあれの胸パーツ余ってる気がするんで交換しようかな。うん、これは正直買わなくてもよかったんですが、ちょっと惹かれたので買ってしまいましたね。まあウェポンユニットが2つついてくるっていうの、もともと人来は武器が多数増えている付属してますので、今回のマギャーブレードとサムライマスターソードでさらに武器が増えましたね。うん、というか陣内さんなんかどんどん悪落ちしていってますね、赤陣内さんは。で最後ちょっと箱がでかいのでもうすぐ向こうにあるんですが。ギガンティックアームズ07ルシーファーズウィングですね。箱ものすごくでかいです。というか厚さが半端ないですね。ゼルフィカールの倍、2箱分の大きさありますね。で上がこのまま持ち上げた方が早いか、このようにちょっと出てるぐらい箱が大きいです。うん、でかい、本当にでかい。これは今までのギガンティックアームズはスティコは確か背中のパーツが干渉したりして乗れなかったんですよね。でまあある意味スティコ専用のギガンティックアームズになるんですかね。でさらにこれが分離してサポートマシンのユニコーン型とハーピー型になるみたいです。これは本当作りがいありますよね。というか完全なパワードスーツ。うん、でかい。でかっこいい武器がついてますね。ほんとこれどういうふうに作ろうかな。このサポートマシンのユニコーン型っていうのがものすごい気になるんですけどね。まあこれはこれで単体で高かったですからね。ほんとルシファーズウィングだけで1万円超えですからね。これはギリギリまで買うのを迷ったキットです。とりあえずまあ買ったものはこれだけというか結構あるんですが、まあ全部で6万超えですね。ちょっと財布がやばかったです。まあ、今月はボーナスが入ったので財布は復活しましたが、うん、とりあえず作る順番なんですが、そうですね、まずはガオガイガーからいきましょうか。気になるんで。で次にゼルフィカールで陣雷でルシファーズウィングですかね。うん、まあスーパーミニプラはレビューしないと思います。自分で作って楽しむだけっていう感じがしますね。まあもうすでにガオガイガーなどは YouTube でレビュー出されている方も結構いますが、まあ2番3番戦時になりますが、自分もレビューしていきたいと思います。で作る上で注意点とかがあったらその都度説明していきたいと思います。それでは今回の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、コメント等お待ちしています。にゃんたの工房でした。